いろんなテスト。おはようございます、マサルです。今回はシステム開発技術の分野で出てくるいろんなテストについて勉強していきます。それでは始めましょう。令和5年問い42、ソフトウェア開発におけるテストに関する記述、 A から C とテスト工程の適切な組み合わせはどれか。 A、 運用予定時間内に処理が終了することを確認する。 B、 ソフトウェア間のインターフェースを確認する。 C、 プログラムの内部パスを網羅的に確認する。単体テスト、結合テスト、システムテスト、適切な組み合わせはどれでしょうか。それでは正解の発表です。正解は A の組み合わせが適切な組み合わせです。それでは解説していきます。テストと聞くと嫌な感情を思い出す方がいらっしゃるかもしれませんが、システム開発のテストは要件通りにシステムができているかを確認する大切なものです。様々な種類のテストがありますが、実施する順番を意識するとイメージしやすくなると思います。 SLCP、ソフトウェアライフサイクルプロセスによると、テストの順番は部品のテストをする単体テストから始まり、部品の組み合わせをテストする結合テスト、システム全体をテストするシステムテスト、本番同等の環境でテストする運用テスト、この順番でテストを行います。それぞれのテストの内容を見ていきましょう。まずは単体テストです。単体テストでは個別のプログラムが機能していることを検証します。単体テストはテスト手法としてホワイトボックステストを用いることが多いです。ホワイトボックステストとはプログラムの内部構造に注目して正しく動いていることを検証することです。プログラムの内部構造がそれぞれ機能しているかを検証するために、すべての命令、すべての分岐をテストします。今回の選択肢ではプログラムの内部パスを網羅的に確認すると説明されています。次は結合テストです。結合テストはプログラム間のインターフェースが正しく動作しているかを検証します。先ほど単体テストでそれぞれのプログラムが正しく機能していることが分かったら、プログラム間でのデータの受け渡しに注目して正しく動作をするかを検証します。今回の選択肢ではソフトウェア間のインターフェースを確認すると説明されています。次はシステムテストです。システムテストではシステム全体の機能や性能を検証し、要件を満たしていることを確認します。これまで単体テストでプログラムの一つずつを確認して、結合テストでそれぞれのプログラムのデータのやり取りを確認しました。最後は一つのシステムとして要件を満たしているかを確認します。今回の選択肢では運用予定時間内に処理が終了することを確認すると説明されています。そして次が運用テストです。選択肢にはありませんが、システムテストの後には運用テストがあります。運用テストとは本番と同じ環境で動作して業務の運用ができることを検証するテストです。運用テストは利用者が主体となって行ってもらいます。ここまで SLCP による単体テスト、結合テスト、システムテスト、運用テストについてお話しました。もう一度問題を見直しましょう。ソフトウェア開発におけるテストに関する記述、 A から C とテスト工程の適切な組み合わせはどれか。正解は A、 単体テストがプログラムの内部パスを網羅的に確認する、結合テストがソフトウェア間のインターフェースを確認する、システムテストが運用予定時間内に処理が終了することを確認する、この組み合わせが適切な組み合わせです。それでは次の問題です。令和4年問い45、ブラックボックステストに関する記述として適切なものはどれか。 A、 プログラムのすべての分岐についてテストする。 E、 プログラムのすべての命令についてテストする。 U、 プログラムの内部構造に基づいてテストする。 A、 プログラムの入力と出力に着目してテストする。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 プログラムの入力と出力に注目してテストする。こちらがブラックボックステストに関する記述です。それでは解説していきます。先ほどの問題の単体テストの部分でホワイトボックステストについてお話しました。ホワイトボックステストとはプログラムの内部構造に注目して
正しく動いていることを検証することでしたね。その対義語であるブラックボックステストが今回の問題になっています。ホワイトボックスの反対なので、どれが正解なのかイメージしやすいですよね。ブラックボックスとはプログラムの入力と出力に注目したテストです。つまりプログラムの内部構造については検証項目ではないということです。ちなみに入力と出力はそれぞれ別のプログラムに渡されることになるので、ブラックボックステストはこの図のような形になります。この図も見覚えがありますよね。この図は先ほどの結合テストでお話しした時の図と同じです。結合テストとはプログラム間のインターフェースが正しく動作するかを検証するテストです。つまり結合テスト以降のテストはブラックボックステストで行われることが多いということですね。では問題を見直しましょう。ブラックボックステストに関する記述として適切なものはどれか。正解は A、 プログラムの入力と出力に着目してテストする。それ以外の選択肢はホワイトボックステストに関する記述です。それではここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回の問題では出題されませんでしたが、回帰テスト、別名リグレッションテストについても覚えておきましょう。皆さんはスマートフォンのアプリをアップデートしたら動きがおかしくなったという経験はありませんか？もしかしたらそのアプリの開発者による回帰テストが不十分だった可能性があります。回帰テストとは仕様変更時に変更箇所以外に不具合が発生していないかを検証するテストです。仕様変更をしたり機能を追加した時にそれが原因で他のプログラムに悪い影響が出てしまうと良くないですよね。そこで回帰テストを行って変更箇所以外に不具合が出ていないかを確認します。回帰テストについても覚えるようにしておきましょう。それでは最後に復習です。令和5年、問42、ソフトウェア開発におけるテストに関する記述、 A から C とテスト工程の適切な組み合わせはどれか。正解は A、 単体テストがプログラムの内部パスを網羅的に確認する、結合テストがソフトウェア間のインターフェースを確認する、システムテストが運用予定時間内に処理が終了することを確認する、こちらが適切な組み合わせです。次の問題、令和4年、問45、ブラックボックステストに関する記述として適切なものはどれか。正解は A、 プログラムの入力と出力に着目してテストする。それ以外の選択肢はホワイトボックステストに関する記述です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。